皆さんこんにちは、キッズゴルフの力也コーチです。今回はみんなにインパクト再現ドリルを伝授したいと思います。このインパクト再現ドリルなんだけれども、こうアドレスをしてですね、このアドレスをした時の自分の手元あるよね。で、スイング中にこのアドレスをしたポジションに戻ってこないで、体がね浮いちゃって、手も浮いちゃって、こういう子に非常に有効です。まあ、何がこれいけないのかっていうと、トップしたりシャンクしたりいろんなミスを、してしまうので、しっかりとこの練習をしてください。実際にやってみます。で、こういった器具を使います。はい。で、こういった器具があって、まあ、これスポンジなんですけども、このスポンジに対してアドレスをしますね。結構手元は近くていいです。はい。で、もうここはすごい単純で、このスポンジに当たらないように打つだけ。それだけで、インパクトの形がアドレスの形と重なるようになります。はい。これがね、こう手元が浮いて当たってしまう子、これ絶対ダメですね。シャンクしたりとかトップしたり、さっきも言ったけどね、これが治ってない証拠です。しっかりと当たらないように打ちましょう。で、ここで一つ、注意点があって、当たりませんでしたね、スイング中当たらなかった、当たらないんだけれども、こうよくこう左にこうクラブを振り抜いてしまう子がいるので、しっかりと当たらなくて、かつフォローで、ね、グリップエンドがしっかりと見えるよう、そこを意識して練習してください。はい。で、ここでね、お父さんお母さんにお願いがあります。この練習を、なかなか一人では、子供一人ではできないので、手伝ってもらいたいです。で、なかなかね、こういう練習器具っていうのはお家にないと思うので、子供の、ドライバークラブを使って代用できます。ヘッドカバーを外してグリップエンドの方につけます。ただこれだけで、この代用ができるので、しっかりとやってあげてください。こういう感じですね。で、子供はこれに当たらないように、これだけで、インパクトが再現できるようになるので、しっかりと、お父さんお母さんも手伝ってあげて、練習してください。これで君もインパクト再現マスターだ。